はい、皆さんこんにちは。今回はですね、これからゴルフを始めるコースデビューにあたって、まず初心者がですね、一番最初にやった方がいい体の動きについて、今日はレッスンの模様をカメラ撮っていきたいと思いますので、ボールにはとりあえず当たるようになってきたと。一応当たります。一応当たる、はい、グリップやって構えやって、でまあなんとかボールを打つ感覚に慣れてきたところですね。でドライバーアイアンが距離が飛ばない、今日は一つそれやっていきましょう。お願いします。じゃあまず一回打ってみてください。まずはどんな感じなのかをちょっと現状を見てみましょうか。おお、今までのスポーツの経験で、例えばテニスだったり野球とか、物を使ってボールを打つスポーツをやったことはありますか？ないです。ないですね。一番苦手です。ちょっと見てください。はい、まあスイングの全体は結構綺麗に収まってると。おー、まあちゃんとボール当たるしフィニッシュも取れると、見よう見まねで今のところは。はい、ただ、初心者の方が特に物を使ってボールを打つスポーツやったことがない方に共通する動きとして、まずこの動きなんです。とにかく腕を振って高いところから低いところにボールをぶつけて、こういう動きがあると。初心者の人が最初ボールに対してフェースをうまくこう当て感が出てきた、次にやるべきところっていうのは肘をこうやって使いやすいと。肘を畳めない、物に対して、ボールに対して物を使ってこうバチンって打つスポーツやったことがある人っていうのは、自然に腕を柔らかく使って両肘を固める動作ができてるんですよ。ゴルフはちゃんと体幹をねじってクラブにちゃんと全部エネルギーを伝えないといけない。そのために今日は一つテーマで肘を畳む練習しましょう。畳む、バックスイングでは右肘畳んで、今度クラブが正面に戻ってきた後は左肘を畳むと。そうするとクラブを走らせられる準備できます。初心者の方が一番やってほしい練習方法は、やっぱり横に水平する、水平にスイングする練習しましょう。まず胸の高さで水平に振ります。でこの時しっかり右肘左肘畳んで、最後フィニッシュまで行きましょう。でこの時注意してほしいのは、腕は体の中に収まっていること。収まってる、つまりこれがバラバラになるとこうでしょ、外れちゃう、正面から消えちゃいます。正しいのは腕の正面に残して、こうこう残して残して残して、最後フィニッシュ。まっすぐ立っておへその前で水平、胸の高さにしましょう。もうちょい上、おへそより10センチぐらい上の膝落ちぐらい、そうそれでいいですよ。フィニッシュまで、そう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 、それでいい。 OK、そう腹筋使わないとできない。お、いいねいいね、腹筋使うよ、腹筋を使います。大丈夫。じゃあそのままちょっと、はい、まず最初に肘を畳んで畳んで水平に振ります。こうやってね。でこの状態から次30度前傾します。ここでも背骨が少し前傾しただけで、水平に振るイメージはまだ消えないようにしましょう。ここで、で次地面の高さに
来るまで前傾します。この状態でもう一回背骨が少し前傾、さらに前傾しただけで横振りにするイメージでこうやって振ってみましょう。こうこう、ちょっと前傾して、そうで、そう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 、で今度少しもう一回前傾して、今度は地面の高さにクラブが落ちてくるまで、そう、そこでもう一回今のイメージ振りましょう。そういうこと、そういうこと、そういうこと、いいよ。そうそうそう、もう少し両腕のこの感覚潰さないように、両腕の間の隙間潰さないように、そう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 、それでいい、それでいい、 OK。 いいいいね、いいね、めちゃくちゃいいじゃないですか、すごい。そう、それでいい、それでいい、それでいい。音が違う、音が違う、肘が畳めるようになったでしょ、こうやって。だから上げて下ろすのスイングから、ちゃんとヘッドの走らせ方を今肘が畳めることによってできてる。そう、今の OKOKOK、 肘が畳めるようにこうなってくると、こうやってね、アイアンで地面の上からボールを打ったときに、今までドンってなってたのが、このヘッドをね、低いところから低いところに水平にする振るイメージで肘が畳めれるようになってくると、どうなるかっていうと、ボールの前後20センチ、10センチを低くこう吸ってくるイメージがあると。低いところから低いところにいかにヘッドを再現性高く使えるかが大事です。おお、いいね、全然さっきと違う。ということで今回は肘の畳み方をやりました。はい、はい、ということで、初心者がボールに当たる感覚が出てきた次にやるべきことは、肘をこうやって使うと、こうじゃないよ、いかに胸の正面に手を残したまま肘を畳んで畳み戻せるかが大事ですよ、ね、これからの特訓が始まります。では次回をお楽しみに。バイバイ。